ケイツです。命に嫌われているピアノ初級サビ動画の今日は2になります。小節で言うと1、2小節ですね。この左手とそして両手で合わせる練習していきます。サビの1、2小節、今日練習するパート一度弾いてみます。では早速説明していきます。左手ですね、これまでとちょっとパターンが変わってきますが、5番と1番ですね、ここを使っていきます。これで、まず5番でファですね、そして1番で1オクターブ上のファ、はい、これを2回ですね。次に1つずつ右のソです。はい、また1つ右のラになります。そして、ドですね、はい、こうなります、まあ、そんなに難しくはないですよね。ではゆっくり3回練習してみましょう。両手で合わせる練習をしていきましょう。ここ細かく練習していきたいと思います。左手がですね、ファーファーファーファのところだけ、右手を合わせて練習しますね。はい、これだけですね。はい、では次のパートいきますね。はい、もう一度いきます。はい、じゃあ頭からここまでいきますね。何度か練習してみてください。では次のパートいきますね。今度はラになります。頭からここまでいきますね。はい、ではここまでいったら次のパートですね。はい、こうですね。はい、2小節、左手がラーラのここ、そして右手がレーレーレー、ここからやってみましょう。はい、できましたかね。ここも何度か練習してみてください。ではここでのポイントですね、左手なんですね。左手のファー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 、ソー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 、ラー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 、そして次ですね、結構やりがちなのが C C と間違えて弾きがちです。ここはですね、まあ、このラを2回目弾いたら、ちょっと手首をですね、右に寄せてあげると、そうするとうまく5番の小指ドに落として弾けますので、ここですね、意識して練習してみてください。ゆっくり3回練習してみましょう。
では今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。分かりにくかった、うまく弾けなかったという方はバッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。